はい、友田がみおです。今回は久々にエミーでの撮影の様子をお届けしたいなと思っています。10月9日から10月19日まで行われるルミネストさんで初めてのエイミーポップアップをさせていただくことになりました。それの撮影や秋の新作の撮影とかがあります。そしてなんとこの度ビッサン×エイミーでコラボアクセサリーを作らせていただいたので、その撮影も今日は行います。わー、楽しみだし緊張だし、また新しいエイミーをお見せできるんじゃないかなと思うので、よかったらぜひ最後まで見てください。それではみおチャンネルどうぞ。まずはビス×エイミーのコラボアクセサリーの撮影から始まりました。この時もうめっちゃ緊張していて、ちょっとまだね、体も顔もこわばってるような気がしますね。こんな感じで撮ったものをチェックしていきます。で、今回のコラボアクセサリーが本当に可愛く作らせていただくことができたので、たくさんの方に身につけてほしいなと思っています。ネックレスが2つとイヤリングが1つで計3型あります。今身につけているのが 2way フープパールイヤリング、そしてビス×エイミーイニシャルネックレスです。イニシャルネックレスはちょっと短めになっていてチョーカーっぽくつけれます。こんな感じでスタッフさんと雑談をしながら撮影を進めていきます。この辺はね、もうちょっとずつ雰囲気がつかめてきて、楽しそうにリラックスして撮影することができました。そしてここからは衣装チェンジです。この衣装めっちゃ可愛いですよね。そしてこの時に身につけているのがさっきと同じく 2way フープパールイヤリングとダブルパールネックレスです。もう本当にビスさんの世界観で撮影をさせていただけて、夢のような本当に楽しい幸せな空間でした。まだまだ撮影は続いていきます。ということでビスさんとの撮影終わりました。いつもとは全然違う雰囲気で撮影をさせていただきました。夢、幸せ、楽しかったです。本当にこうビスさんの雰囲気で撮影したいなと思っていたので、まさか自分のブランドとこうしてコラボさせていただけて、撮影させていただけていることがすごく不思議です。なので皆さんアクセサリー可愛いのでいっぱいつけてください。パール、こんな感じかな。こんな感じ。はい、バイバーイ。さあここからはエイミーの通常の撮影に戻っていきます。これは秋の新作を撮っています。あとはメインビジュアルかな。真剣な顔してる。チェックをしています。今回の秋の新作のアクセサリーももちろん可愛いですし、こう撮影の雰囲気だったり衣装だったりが個人的にはとっても大好きで、好きなコンセプトで撮影ができてすごく嬉しかったです。エイミーチームみんなで和気あいあいと楽しく撮影をしています。さあ続いては洋梨を持っての撮影です。これは手の物撮りカットかな。本物のね洋梨なんですよ。
匂いをするかなと思ったんですけど、全然しなかったです。ここからはポップアップへ向けての撮影を行っています。ポップアップ限定でエイミーコーデセット販売を行います。アクセサリー2点セットプラスオリジナルカードをつけてお得な価格でセット販売予定です。こちらもポップアップ限定でエイミーロンティーセット販売も行います。ロンティー2種どちらかプラスマスクお好きなカラー1種のセットでお得な価格で販売いたします。他にもポップアップ限定でカスタムネックレス販売やノベルティープレゼントアニバーサリーポーチなどなどたくさん企画をご用意しているので、詳しくはエイミー公式インスタグラムをチェックしてください。問題ないです。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事に全ての撮影が終了しました。こんな感じでみんなで準備を頑張ってポップアップに向けて進んでいます。10月9日から10月19日まで新宿ルミネーストさんにてポップアップお待ちしています。ぜひ遊びに来てください。